を食った。その巨大魚に挑む勇気はあるか。その波に立ち向かう度胸はあるか。夜を徹する覚悟はあるか。ひるむな、諦めるな。その夢を叶えるまでは、ソルトドリーマー。おかっぱりのシーバスフィッシングからオフショアのビッグゲームまで、海のルアーフィッシングをお届けするソルトドリーマー。2020年12月上旬、対馬を訪れた鈴木。今回のメインターゲットは、外洋に面した岩礁域を好むヒラスズキ。このゲームの最も重要なファクターが、風やうねりによって急ぎ輪にできるサラシ。警戒心が強いと言われるヒラスズキは、このサラシを好むと言われており、海底が大きくえぐれていたり溝のようになっている場所に身を潜め、餌となる小魚を狙っているのだ。ロッドはエクスセンスジェノス11フィート、リールはツインパワー XD エクストラハイギアをチョイス。ルアーはフラッシュブースト搭載のサイレントアサシンとストロングアサシンを状況に応じてローテーションする。朝まずめ、干潮から上げてくるタイミングでサラシが広がっていると読んだ鈴木。果たしてモーニングバイトは訪れるのか。入ってるかな。入っててくれればいいですけどね。この磯の形状、あとサラシについた魚がいるんじゃないかと。まあ丁寧にちょっとね、このサラシ周りと磯のね、結構このくぼんでるとことかね、細かいとこチェックするような感じで狙ってきますね。おー、来た。おし、ここでヒット。とっと足元で食ったよ。これはね、なんだクエですよ。クエ、高級魚来ちゃいましたね。もう抑え込んでるね、完全にね。下からピックアップ同時にね、下から食い上がってた。おい、出ましたよ、昭和からクエですね。クエいいですね。すごいわ、歯がやばい。この模様もかっこいいしね、クエのね。この歯ですよ、前歯。やばいわ、これ。フラグ一発で潰される感じのね。でも、ストロングは優しいんですから、やっぱりね、ツーフックでがっちりかかって、楽勝でしたね。まあ、ある意味ね、ヒラスズキ狙えるも難しいかもしれないですね。まあ、狙って釣るっていうよりもね、まあ、この辺の磯についてたやつだと思いますけど、まあ、でも嬉しい一匹ですね。クエです。やりました。ピックアップ寸前にルアーをひったくったのは、嬉しいゲストのクエ。ガッチリとストロングアサシンがフッキングし、見事にキャッチとなった。これからサラシが最も広がると予想している干潮と夕まずめが絡む時間帯、ヒラスズキとの出会いは訪れるのか。意外といいサラシですよ。おー、来た。ここでヒット。おっしゃ、来たよ。おっしゃ、うっしゃ、ヒラスズキ。よし、ナビが来い。おっしゃ、うっしゃ、おい、いたね。ふう、元気。来たね。はい、おー、すごい。このヒラスズキの首の振りがたまんないね。綺麗だね、銀ピカで。いやー、乱眼してきた甲斐があったね。朝から結構ね、いろいろ歩き回ってね、意外とやっぱり波がないんでね、下げのタイミングで戻ってきて大正解。弱いサラシですけどね、
サイレントアスリンのね、140フラッシュブーストですね。フローティングでゆっくり引いたら食ってきましたね。はい、サンキュー。魚体が銀ピカなんでね、もしかしたら何本かいるかもしれないですよ。イツキだと黒いですけどね、結構銀ピカだったんで、銀ピカの場合はね、何匹かいる可能性がある。おっしゃ来た、おっしゃ来た、やっぱりいったね。よし、お、でかいでかい、でかいよ。ランカランカ、大型がヒット。これでかいね。あ、やばいよ。お、釣れて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 、浮いてこい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 。でかいねこれね。浮いてきたらラッキーだね。よし、よし、強い強い強い。おお、でかいでかい、やばい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 。ここに根があるんだよね。よし、よし、お、やばい、そっち行く、そっち行くな。よし、針一本。お、ちょっと待ってよ、フックが引っかかってる。でかい、でかいよ。球場オーバーじゃこれ。来たよ、でかい。焦った、これはでかいぞ。来たんじゃねえかこれ。ここはゼロでしょ。ここはゼロ。91か。驚愕の91センチ、7キロオーバー。お、91ね、これ。うおー、見て見てこれ、これ、このサイズ入る、これすごいよ。これ90オーバーで、90オーバーの平鈴木、すごいねこれね。何年生きてんだろうねこれね。素晴らしい魚体だよ。顔の作りがでもまだでかくなるねこれはね。頭がでかいもんね。やっぱりダメだと思ってもあるってね、チャンスをつかみに行かないと。すげえドリームですねこれはね。これを釣りたくてね、みんな対馬に来る人もいるけど、そうそう出会える際じゃないよね。でかいこの顔、すげえよ、でっかい。ちゃんと見といてよこれ、重いすごい、嬉しい重さ、すげえ、やった球場場。タイドプールで悠々と泳ぐ平鈴木、さまざまな感情が鈴木の胸に湧き上がってくる。太いしね、幅がやっぱりあるからね、出てきた瞬間来た。まあこの迫力のある顔と太さと全てがすごい、すごいわ。なんか感動しちゃった。魚を釣って何十年も釣りをしてきてね、感動しましたねこのね。すごいねやっぱ釣りってね、それだけ何十年やってもやっぱりね、出会うたびに感動がね味わえるんでね、改めてすごいと思いました。いいのに出会いました、やりました、嬉しいわこれは。いやーよかった、最高。いきますよ。はい、すごいゆっくり泳いでますね。体力あるよね。あれだけのビッグファイトになったけどね、悠々と帰ってきましたね。いやー、よかった、いいのに出会えた、最高の一本だね。やった、よし。自らの頭で考え、未踏の地に足を踏み入れていく平鈴木ゲームには、アングラーの魂を揺さぶる何かがあるのだ。
やっぱり潮が変わったんでね。おお、来た来た来た。ここでヒット。よし、おお、平瀬関。ちょっと杭が渋くなってますよね。波波が来ないと上がってこないよ。よし、こんなサイズじゃないけどね、やっぱり流れをうまく使った方が上がってくるよね。よっしゃー、かなり杭が渋くなってます。皮一枚。おい、やりました。サイレントアサシンの 140S ですね。シンキングタイプ、かなり渋いです。ちょっと沈め気味にしてね、ゆっくり引いたらポーンと当たってきました。綺麗な魚体です。はい、やった。左側のね、潮の方が当たりがちょっと強くなってきたんでね。よし、こっちは終了。反対、ここにもいいさらしが出てますね。さっきまでなかったさらしですね。おーし、食ったよ。食った食った。おっと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 。思うように風が吹かず苦戦したものの、自らの足で歩き最後にたどり着いたエリアで両型の平鈴木が連発。晩秋の長崎県対馬で最高のゲームを満喫した鈴木であった。コンディションバッチリ、最高。おい、やりました。重い、結構重いですよ。